メリークリスマス、のぞみでございます。さあ、日本最西端の与那国島、クリスマスがやってまいりました。そう、与那国島ではですね、クリスマスになりますと、なんと毎年恒例のクリスマスイルミネーションパレードがあるということでございまして、これもう毎年恒例になってるんですけども、まあ与那国島のですね、このイルミネーションパレードがね、すごいんですよ。まあトラックとかですね、まあ乗用車とかですね、電飾の数がすごいんですよ。これ去年もねお届けしましたけども、今年もですね、その模様を皆様にお届けしたいということなんですね。日本最西端の与那国島のクリスマスはこうなんだっていうところをですね、お届けしたいと思います。まあ、実際このパレードが行われたのがですね、12月23日と12月24日でございます。まあ、今日はね12月25日なんですけども、今日の撮影日が12月23日です。2日間行われまして、今日12月23日は日川集落と、まあ、僕が住んでるこのくぶら集落でイルミネーションパレードがございます。そして12月24日はですね、この備内集落でね、パレードがあるということで、今日はね、このそう、僕の家の周りをね、近所通ってきますので、その模様をね、ちょっとお届けしたいと思います。で、7時に、7時ですかね、この峰村、民宿峰村のあたりからですね、日川共同売ですね、7時から日川共同売ですね、日川共同売店から峰村、そして僕の近くの吉丸荘、そして大友商店を得て、パレードが行われるということですね。まあ楽しみですね。今日はね、まあ昼間ね、ちょっと晴れてますしね、まあ、夜もね雨が降らないので、ちょっと安心でございますけど、ちょっとその模様をねお届けしたいと思います。ただね、ちょっと今日寒いんですよね。見てください、日本最西端の与那国島でもうパーカー着ておりますので、まあ、そんなどうでもいいんですよ。ということで、パレードが楽しみでございますので、お楽しみにしてください。よろしくお願いいたします。今夜の7時20分でございます。クリスマスイルミネーションパレード、7時に日川共同売店で、ね、出てると思うんですけども、で7時40分に、峰村の方、そして吉丸荘に7時40分ですから、7時20分から40分の間に、ここに通っていく、感じでございます。外はですね、今年のクリスマスっていうか12月23日にめちゃめちゃ寒いです。僕上着着て、待っております。さあ、どんな感じの電飾なんでしょうかね。今年はですね、非常に楽しみでございます。もうちょっと待ってみましょう。さあ、やってまいりました、クリスマスイルミネーションパレードの車、やばくないですかこれ。今年の電飾もめちゃめちゃすごいですね。ちょっとじっくり見てみましょうか。めちゃくちゃ派ですね。めちゃくちゃ派で、うわ、アンパンマンいる。めっちゃアンパンマンいる。さあ、ちょっとこっちも行ってみましょうか。ゲハですね。
はい、車通るよ、気をつけてください。さあ場所移動しまして、今度ね僕の家の前あたりまで来ました。よろしくお願いします。はい、こちらです。これ毎年恒例ですよね。そうですね、一応ですね、これいつぐらいから始めてるんですか、このパレードは。もう自分が20歳に与那国に帰ってきて、はいはいはい、でその時にもうやってたんで、もう自分が今33で10年以上。そうですね、で、うん、今回やってくれてる女の子のサンタさんたち、はい、はいはいはい、が小学生の頃にこの子たちのためにって言って始めたのがきっかけなんです。あ、そうなんですね。そうそう、この今やってるサンタさんの親たちが自分たちの子、また与那国の子供たちのためにって言って始めて。なるほど。それまではそのクリスマスっていう感じじゃなかったってことですね。そうですね、ここまでバリエーションがアップしたのが本当にここ数年、はいはい、数年ですか、はい。でこの電飾の数ですけど、どれぐらいあるんですか、これ。相当ですよね、これ。そうですよ、もう毎年毎年、うん、ちょっと増やしてってるんで。あと結構準備期間が結構大変だって聞いたんですけど。いや、もうだいたい1週間から10日、うん、1週間か10日、はい。さっき和真さんにも聞いたんですけど、結構夜中までやってたとか、準備で。そうですね、だいたい11時から1時ぐらいですかね。あ、すごいですね。でこれ毎年あのデザイン違うんでしょ、これ。そうですね、ああ、もう同じものを作れって言われる方がちょっと難しいですね。マジっすか、すごいですね。いやいやいや、これもう与那国島名物みたいになってますよね。そうですね、もうここまで大きくなったんで、ね、もう子供も結構喜んでますよね、すごく、ね、はい。わ、いや本当になんか楽しいパレードありがとうございます。こちらこそ本当に本当に、多分これ毎年ね続けていってくれると思いますので、はい、毎年宣伝してください、ね、毎年撮りますよ。お願いします。すいません、会長でした。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。やってまいりました。みんないい子にしてたかな。バ
マンとアンパンマンも一緒に来てますよ。メリークリスマス。日本最西端の与那国島クリスマスイルミネーションパレードはいかがでしょうか。本当にあの関係者の皆さんはね、本当に準備、お疲れ様でございました。結構2週間ぐらいかかったらしいんですよ、夜遅くまでね。で、このパレード自体ですね、まあ、十数年前にあのこう島の子どものたちのためにね、の島の人たちが少しでも子どもたちにクリスマスの気分を味わっていただこうということで始めたパレードでございます。最初は1台からやってたんですけども、まあ、毎年このようにね台数が増えまして、今 1,2,3,4 台ですかね。もう本当に電飾の数何個ぐらいあるんでしょうかねっていう数ぐらいなんですけども、本当にこれ毎年もう与那国島の恒例行事になってます。本当に子どもたちもね、本当にね楽しそうで、もうクリスマスクリスマスって言ってね、あのサンタさんからプレゼントもらってました。俺も欲しかったなということでございまして、はい。今日はあの日川と小倉でしたけども、明日は備え集落でパレードが行われるということで、また明日も楽しみだと思います。しかし今日は寒いですね、本当にね、はあ、今年も見れてよかったね、本当に綺麗方ですね。ということで今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いしましょう。あ、なんかまたスタートするみたいです。